抗菌薬の使い方、肺炎。医師国家試験の問題を例に、抗菌薬の使い方を勉強していきます。第109回の問題です。マイコプラズマ肺炎で正しいのはどれか。答えは、マクロライド系抗菌薬耐性株が5年前と比較して増加している。 感染症プラチナ前にある2020年度版、岡先生の本から持ってきたものですが、えー、肺炎マイコプラズマのページですね。ここにも注意事項として、マクロライド系薬剤への耐性が懸念される。このように書かれています。以前に紹介した AMR 薬剤耐性菌臨床リファレンスセンター抗菌薬適正使用活動についてですが、ここでもですね、 えー、抗微生物薬適正使用の手引き。今これ第2版が出ていますが、この第2版の中にこの、第3世代セファロスポリン系抗菌薬、フルオロキノロン系抗菌薬、マクロライド系抗菌薬が、えー、不適切に使用されているということですね。まず、第3世代セファロスポリン系は、口から飲んでも腸で吸収できません。バイオアベイラビリティが低いと言います。 ですから、これは基本的には使ってはいけない抗菌薬ですね。2番目のフローロキノロン系、乳キノロンの一種ですが、キノロン系の抗菌薬というのは、結核菌でないということが確認できないうちは使ってはいけないというのが大原則です。ですから、えー、上気動炎とか下気動炎、いわゆる肺炎で、菌菌が見つかっていない場合には処方してはいけません。 マクロライド系は今回の問題ですが、いわゆる風邪のような症状の時に、とりあえずマクロライド系というふうに無駄に処方されていることがよくあります。これによって今見てきたようなマイコプラズマの耐性が増えているということです。感房の症状、つまり風邪症状に対しては抗菌薬投与を行,こと行わないことを推奨するというふうにこちらにも書かれています。 間違いの選択肢を見ていきます。重症肺炎が多い。これは間違いですね。マイコプラズマ肺炎というのは、ウォーキングヌーモニアと言われますが、歩いて外来にやってくるような患者さんです。で、胸の音を聞いてもはっきりした音は聞こえないんだけども、マイコプラズマかもしれないと思ってレントゲンを取ると、はっきりと肺炎の像が出ている。こんな感じですね。ちなみに、市中肺炎で見られる重症肺炎は、近々は何だったでしょうか 肺炎球菌とレジオネラですね。肺炎マイコプラズマは歩ける肺炎です。50代に最も多いという選択肢もバツですね。これは当然ですが、若年者に多いということです。若年者の支柱肺炎の原因菌として重要です。比較的除脈を定することが多い。これも間違えて、 比較的除膜というのは熱が高いにもかかわらず脈が速くならないということを言うんですが、比較的除膜の肺炎といえばレジオネラやオウム病になります。前回見てきたレジオネラですね。これについては比較的除膜になります。グラム染色で陰性肝菌が観察される。これも間違いですね。 マイコプラズマは細胞壁を持たず細胞内に寄生していますので、グラム染色では染まりません。ということで、診断は血清学的診断。初診時に採血をして抗体化を図り、1週間後に採血をして抗体化を図り、その抗体化が上昇していることで診断がつきます。もちろん、その、それ以外の診断方法もありますが、これが基本的な考え方ですね。 マイコプラズマの、えー、肺炎の時にはマクロライド系、テトラサイクリン系が治療薬ですがマ、マクロライド系の体制が増えている、効きが悪いと思ったらテトラサイクリン系に変更する。肺炎の効果判定は3日で行ってください。第104回の問題です。24歳の男性、3日前からの発熱と咳、頭腫素に来院した。 次は肝性である。これも支柱肺炎の病歴でいいと思うんですね。で、下を見ていただくと、説問としては、抗菌薬として適切なのはどれか2つ選べですね。支中肺炎ときたら、皆さんは、まず、菌菌を同定して、菌菌を同定するから、抗菌薬が選べるということですよね。そして、肺炎だとはっきりすれば、重症度分類と肺血症のクイックソーバースコアも、ぜひ繰り返し使って慣れておいてください。 感染症診療の原則、青木誠先生ですが、今回のように感染臓器が肺炎で免疫力が正常と分かれば、病原微生物を突き止めて、その病原微生物と感染臓器から抗菌薬が選べるという、この3つの要素を常に意識するということが大事ですね。 ここにはですね、市中肺炎だという、まあ、レントゲンでも肺炎像がありますよというのが書いてあります。そうすると皆さんはもう市中肺炎の近菌3つ、定型肺炎3つ、非定型肺炎3つ、いいですよね。定型肺炎といえば肺炎球菌、インフルエンザ環境、モラクシア、カタラリス、非定型肺炎といえばレジオネラカイミジア、マイコプラズマというのがすぐに思い浮かぶようになっていると思います。 非定期範囲のスコアというのを前回紹介しましたが、まあ、これでもですね、えー、今回の症例では非定期範囲らしいというのがわかります。若年成人で、費業歴は特にない、基礎疾患がない人で、頑固な咳とわざわざ書いてくれてますね。今回は超診所見で、えー、異常を認めないというふうに書かれています。誘発拡痰検査で近畿の同定はできなかった。 菌が同定できないということですね。この誘発喀痰検査というのは、痰が出ない人にネブライザーで生理食塩水を吸ってもらって、痰を出しやすくして行う検査のことです。末梢血の白血球数も1万未満ですので、やはり引いて気配に典型的ということになります。 ここで白血球が増えていないのはウイルス感染症なのではないかと考えた人がいるかもしれません。その通り、一般的には白血球が増えないのはウイルス性の感染症なんですが、じゃあその違いはどうやって見分けたらいいでしょうかそれが白血球分割ですね。白血球の種類を見ることによってウイルス性なのか細菌性なのか大きく予想することができます。ウイルス性感染症であればリンパ球が優位に増えているはずです。 今回は、白血球数が6800のうち、その28%がリンパ球ということです。ところが、高、えー、中球見てもらうとですね、感情核高中球が9%、分溶核高中球が55%、つまり高中球が優位なんですね。ということで、えー、この、えー、白血球は、ほとんどが高、えー、中球ですので、えー、ウイルス性の感染症を強く疑わないと。 それからです、ね、もう1点見ていただくと球球と言われる未熟な甲中球が増えています。本来です、ねえー、分葉核耕中球だけが血液中にいるはずなんですが、えー、未熟な感情核耕中球もどんどん血中に出てきているということですのでこれは耕中球の需要が増えているつまり耕中球が頑張って戦っているという状況になっています。 ですから、これは強く細菌感染を疑わせる結果となっています。白血球の分化過程ですね、まあ、以前やったと思うんですけども、えー、一番上の行を見てください、好中球の文化ですね、えー、右の方に、えー、感情核球と好、えー、中球というふうに書かれていますが、この感情核球ですね、えー、若干未熟な好中球なんですが、 どうしても好中球が足りなくなると骨髄から血液中に出てきてこの割合が増えてくるというふうになっています。ということで非定型肺炎特にマイコプラズマ肺炎が疑わしいというのがここまでで分かっています。それからです、ね、問題文の中に同様の症状を訴えている会社の同僚がいるというふうにです、ねまあ、人から人感染を疑わせるような病歴が書かれています。 この情報をもとに少し整理してみたいと思います。非定型肺炎、レジオネラー肺炎は水から人に感染を起こしますよね。ですので、これは今回は可能性が低いということになります。クラミジア肺炎は2つの病原体があります。1つはオウム病クラミジア、いわゆるオウム病の原因ですけども、これは鳥から人に感染をします。病原体としてはクラミドフィラ、シッタシですが、 これは今回鳥が出てきませんので可能性が低いそれからもう一つですね肺炎クラミジアと言われるクラミドフィラニューモニアによる人から人に移るクラミジア肺炎というのがありますこれはですね今回のまあケースでも当てはまってもおかしくないところだと思います もちろん、マイコプラズマは人から人にうつるウォーキングのーモニアですよね。ですので、まあ、この情報を踏まえると、ですね肺炎クラミジアか、マイコプラズマ肺炎かという結果になると思います。肺炎クラミジア、またはマイコプラズマ肺炎。まあ、もちろん、マイコプラズマ肺炎が他の状況から考えやすいんですが、肺炎クラミジアもま否定はできていないというか、非常に近いので、まあ、可能性はあると思います。 レジオニラに関しては症状が軽い、それから水曝露の記載がないということで否定的。オウム病クラミジアに関しては鳥との接触歴の記載がないということで否定的と考えていいと思います。ということで今回の症例は原因微生物としてマイコプラズマが一番可能性が高い。可能性があるものとしてもう一つは肺炎クラミジアの可能性も残っていると思います。 そして肺炎ですので、えー、これらの2つの情報から抗菌薬の選択はマクロライド系またはテトラサイクリン系となります、えー、今回の問題は抗菌薬として適切なのはどれか2つ選べということですので答えはマクロライド系またはテトラサイクリン系というふうになりますね マイコプラズマ肺炎の治療薬はマクロライド系、またはテトラサイクリン系ですえ。ここで肺炎クラミジア、クラミドフィラ、ニューモニアへについてもですね、感染症プラチナマニュアルに書かれている内容を確認したいと思います。肺炎クラミジアは主に上気動炎、気管支炎、支柱肺炎を起こす 肺炎は型典型的には軽い非定型肺炎を起こし、特に上気動炎症状が強く、左生を伴う時などは肺炎クラミジアを想起するということになります。ですから、基本的には肺炎クラミジアも今見てきたマイコプラズマも大きく症状に差が出ないんですね。で、特に左生など上気動炎症状が強ければ肺炎クラミジアじゃないかなというふうに想像するということです。で、えー 抗体検査に関してはですね、大抵の成人では IgG 抗体はもうすでに持っていますんで、シングル抗体が陽性なだけ、つまり、えー、初心時の採血で陽性でしたというだけでは確定で診断にはなりません。また、抗体の上昇が遅いので、えー、ほとんどは経験的に治療される。つまり、病歴と診察で診断をつけて治療薬を選ぶということなんですね。 クラミジアという、まあえー、菌ですけども、これは細胞内に寄生します。で、細胞内では、盲腰体という形で増殖するんですが、まあ、それはまあ、ちょっと細かい知識なんでいいかなと思いますね。まあ、細胞内寄生菌ですよというのはね、知っといてもらっていいと思います。ということで、細胞内に入ってしまいますから、細胞の外で効果を発揮するベータラクタム傾向菌薬は無効ということで、 選択すべき抗菌薬はマクロライド系またはテトラサイクリン系なんですがテトラサイクリン系が有効ですので強く肺炎クラミジャーを疑うような上気道炎症状が強い症状の時にはテトラサイクリン系を優先して使うというのも一つの考え方だと思います。いつものことですが入気の論系は使えばもちろん効きますが呼,、えー、呼吸器感染症で結核を否定していないという段階では入気の論系は避け べきですのでやはりテトラサイクリン系またはマクロライド系を使うべきだということですね以上ですお疲れ様でした